ウイスキーです。今回は、ウダ三文時代に使っていた、ランクのパーティーで、潜っていこうと思います。大回転いるんですけど、こいつは当時使っていたボルトロスを代わりにっていう感じで使ってますね。テラスは氷タイプで、当時使ってたボルトロスが目覚めるパワー氷だったんで、まあ、それの代わりですね。で、初手はどうしようかな。初手はまあ、キノガッサの通りがいいかな。まあ、キノコの奉仕、まあ、されたとしても、あいつが出てきても、無効にできるんで。で、まあ、ガッサ出して、まあ、大回転と月光がで、良さげな気もするな。なんだっけ、アーマーができたときに、大回転いないと、結構きつそうなんで、まあ、月光が大回転でいいんじゃないですかね。まあこの前大回転使った時に、リボン付けのために使った時、まあ意外と火力出たんで、まあそこそこ期待していいんじゃないですかね。というわけで対戦お願いいたします。コメント、サイコフィールド張ってるのに先制技警戒して草、初心者。まああれですね、これ普通にまあフィールドを張られたことを忘れたり自分よくするんで、なんなら特性もね結構忘れたりする時あるんで、まあ、しゃーないかな。で、まあ、ここは種マシンガンから入りますかね。で、なんだろうな。まあ、俺に限らずね、まあ、フィールドとかね、まあ、特性とか、まあ、なんなら使用を忘れることなんて人、それぞれあるんですよ。まあ、バロスさんとか、モコ戦も、たまに忘れることあったんで、まあまあまあ、人間は忘れることが多いっていうことで、君も、忘れたことは一回もないのかい？って言いたいですね。で、まあ、ここはまあ種マシンが連打でいいですね。まあ、裏が、何出てくるこれ。あー、土下座かなこれ。土下座。で、まあ、ここ、アーマーがいるんだったら、アーマーガーに引いてくるかなと思ったんですけど、まあ、土下座だったんで、ここは次、キノコの星でいいかな。で、またなんだっけ。あいつ戻ってきたとしても、キノコの星は無効なんで、問題ないですね。まあ、ここ、マッパー打って、なんだっけ、あれ。まあ、ゴーストテラスとかされると、しんどかったんで、まあ、キノコの奉仕からでよかったですね。で、まあ、また戻ってきましたね。まあ、マジックミラーで、キノコの奉仕跳ね返されるんですけど、キノコはもともと草タイプなんで、まあ、草タイプのキノコの奉仕は無効化されるっていうことで効かないですね。まあ、ここは種マシンガン連打で、全然大丈夫かな。まあ、キノガッサはね、ウルダサムの時代は、種間、奉仕、ガンプ、キノコの奉仕で、種間、マッパ、奉仕、ガンプで使ってましたね。今は、地ならしがめちゃくちゃ通りがいいんで、その、ランクまで潜るときは。だけ塩ですなか。で、まあ、昔はてか、地ならし覚えたっけな。地ならし、覚えれなかったかもしれないな。で、まあ、ここは、ボルトロスじゃなくて、大回転出しますかね。まあ、大回転のテラスタイプが、氷なんで、まあ、テラスされなかったら氷テラバーできるし、まあ、テラスされたとしても、地面じゃなければ、まあ、電気技通るんで、で、相手テラスしてきましたね。ここ何も、テラスやろう。あ、ゴーストか。ゴーストは、まあまあまあ、大丈夫かな。裏に、月光がもいますし。砂地獄は、飛行タイプなんで、しょうがないっすね。今、まあ、ここ10万連打でいいかな。裏がもう、土下座だっていうのは分かってるし。10万連打で、まあ、硬いね。催眠術？どういう方ですか？砂地獄催眠術。夢食いとか覚えるのかな？対戦、ありがとうございました。はい。というわけで、2戦目マッチングしたんで、2戦目やっていこうと思います。で、まあ、初手大回転からでいっかな。なんだっけ、ドラッパーか、あいつ、デカヌちゃん来た時は大回転でなんとかできるし。で、まあ、月光が出して、まあ、最後どうしよっかな。最後は、まあ、なんだかんだ、キノカッサーか。
でいい気がするけどな。ただ、まあ、ミミッキュが後から出てきた時にステロ巻かれた状態でミミッキュ出されるとキノガッサとミミッキュ対面だとキノガッサ負けるんですけど、あーなんだろうな、ヘイラッシャーとかに、まあ、ヘイラッシャーカゴのみだったら終わりなんですけど、ヘイラッシャーした時対面にまあキノコの胞子打てたらまあ強く出てそうなんで、まあキノガッサにしときますか。ただまあこいつ出すんだったら選抜の方が良かったな。まあだからといってアローじゃなかったの、なんだっけあいつ、ドラパルとか対面した時にドラゴンアローされるだけで、しばかれるんで、まあこういう感じで出していきますかね。というわけで対戦お願いいたします。相手のトレーナーカードゾロは可愛かったな。あ、デカヌちゃんから来ましたね。デカヌは、まあ、大回転の10万2回で、まあ、倒せるかな。まあさすがに1回じゃちょっと火力不足な気がする。まあデカヌちゃんが全然あのエースかとかだったらワンパンいけるのかな。メガネだしタイプ1だし、でも意外とこいつ硬いんだよな。10万通ります。どんだけ入る。あー半分ちょっとなんだ。ってことはこいつ H と D、まあ、相当食ってそうなイメージありますね。 S はそんなかな。じゃあまあでステロを巻かれたんで、ガッサのまあタスキが潰されましたね。でまあ10万連打でいいかな。相手がもし引いてきたとしても問題はないんで、まあ5ドラパーに2人でも全然問題はないですね。なんならあーまあでもドラパーあれか、まあデカヌちゃん倒せますと。こいつね耐久がめっちゃペラペラだからな、グラパーの上からドローンアローされるだけでマジやられちゃいますからね。で、まあ裏が多分ここミニッキュー言うんだったらミニッキュー出してきそうな感じがするんですけど、ヘイラッシャー来るか。ヘイラッシャーここで出すってことはなんか、テラス切ってきそうだけどな。まあ10万でいっかな。まあテラス、切られて腐った。あでも地面だったらめんどくさいな。地面テラス意外とこの環境いたし、まあ環境って言ってもこれ今カジュアルバトルだしな。テラス切ってこない。タスキ、うおーお前それは大回転舐めすぎじゃないか。さすがに大回転の火力を舐めすぎてました。メガネですよ。しかもこっちミミッキュいいな。ミミッキュが出せばよかったと思うんだけどな。なんでだ。まあ、ここ10万でいいっすよね。麻痺ったらめっちゃ美味しいんすけど、まあ、さすがに麻痺はなさそうかな。まあまあまあ。まあ、でもこれもしミミッキューから出されたとして、ミミッキュー出されて10万したら相手研磨してくるんで、そのタイミングで、まあ、キノガッサに引いて、キノガッサを生贄にするみたいな感じでいいかもしれないですね。研磨してきました。で、まあ、ここ10万で大回転切りですかね。まあ、ボルトンスもね、当時結構いい仕事してくれたんで、大回転がま、そんな感じで、ボルトンスのオマージュになってんの、いい感じに使えてますね。まあ、ヒンネかな。多分一撃が倒せない。あ、でも意外と入ったな。まあ、これは、この体力はね、もう普通に、月光河のね、水手裏剣で落ちるんで、まあ、ここは月光街にバックして、水手裏剣で、うわ、終わりですね。この色違い月光がかっこよくないですか。黒色でしかも漢字っていうのがやっぱいい味で出ますね。で、まあ、ここは水手裏剣で多分一発か二発、まあ、一発で絶対落ちるか。まあ、手出す切る必要はないんで、まあ、ここは水手裏剣そのまま打っていきます。打ちますね。まあまあまあ。これちなみに、自分で出したわけじゃないです。自分、卵を3000個割っても生まれなかったんで、まあ、知り合いの配信者に、孵化してもらっといて、自動孵化ですね。マイコンで自動化できるんで、それでお願いしてましたね。いや、マジで、2700個割っても、マジで、ほんと生まれなかったのに辛かったわ。まあ、というわけでね、ウルトラ3分パーティーはこれで終わりかな。対戦ありがとうございました。良ければ他の動画も、ぜひ見ていってください。それではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。バイバイ。